ということで、今回は結婚式のエンドロールで使うスライドショーの作り方のお話をしていきたいと思います。で、作り方はいろいろあると思うんですが、今回の作り方もご参考の一つにして見ていただければなと思います。はい。ということで、まずは、前回、スライドショーの前に、エンドロールの作り方のお話はしたので、そこは、前回の以前の動画をご参考いただきたいなと思います。はい。ということで、作っていきたいと思います。ということで、まずはシーケンスを新規作成しますと。で、サイズについてはいつもと同じサイズですね。1080p30 にしておいて、で、シーケンス名をエンドロールとしておいて、新しく作成しますと。で、エンドロール作成したら、画像を取り込みますと。はい。そしたら、取り込んだら、瓶を作っておきますと。画像瓶としておいて、取り込んだ画像を全部まとめておきますと。はい。で、まとめておいたら、よいしょ。まとめておいたら、この画像瓶の動画を取り込むんですが、取り込んで、先に取り込んでおきますと。はい。そうすると、このような感じで画像が配置されますと。で、今が1枚あたり、4秒ぐらい、5秒間ですね。5秒間になっているので、ここを調整していきますと。いうことで、全部選択しておいて、速度、デュレーションで、動画の再生秒数を2秒ぐらいにしておきますと。で、後続のクリップをシフトのチェックを入れておいて、OK を押すと、はい。こんな感じで、画像が2秒間になりますと。で、あとは、これ、配置したい場所に配置するんですが、この時に、ちょっと気をつけとかないといけないのが、これ動画が一枚一枚場所がバラバラになってるので、例えば常に定位置で動画を流したいとき、画像をスライドショーしたいときに、このまま配置すると、ちょっと扱いが面倒なことになりますということで、ここでエンドロールの本体と別に、取り込み用のシーケンスを作っておきますと。例えば、エンドロール、フレーム。名前は何でもいいんですが、名前をつけておいて、エンドロール本体の中身は消しますと。で、フレームの方にこのように画像を配置しますと。で、このフレームの画像全体が一つのシーケンスとして配置させますと。いうことって、全部選択したら右クリックして、フレームサイズに合わせてスケールをしておくと、はい。全部きれいに、フレームに合わせて配置されますと。で、配置してあげたらエンドロールのフレームに、このシーケンスを配置しますと。はい。で、こうすることでどうなるかというと、この、今取り込んだシーケンスが、この中身の最大値になるので、例えば、この1枚目の画像が、例えば、ちょっと傾けてみましたとかしたときに、これをそのまま配置するんじゃなくて、フレームに分けておくと、はい、このようになりますということですね。このフレーム全体が、シーケンスの全体になるので、はみ出さずに配置することができますということですね。はい。はい。ということで、このように配置してあげたら、あとは、右側の方に、右側の方に、エンドロールのテロップを配置したいと思います。で、これは以前やったやつで、はい、あ、名簿が残ってましたね。はい。ということで、名簿のファイルを
開いたらコピーしますと。まあ、これ Excel で作ったサンプルのリストなんですが、まあ、こういったリストをコピーしたら横書き文字ツールを使って貼り付けますと。で、サイズを微調整していただいたら、まあ、程よく調整しておきますと。で、出席者は真ん中に配置をして、おっと、はい、ちょっと全部配置しておきますと。で、あとはこの微調整をしますと、テロップを端から端まで、で、フレームをもう少し、はい、真ん中の方に配置してあげたら、はい、そしたらあとはこのまま再生すると、これ右側のエンドロールは動かないので、動くように、これは以前やったこのエッセンシャルグラフィックス上のロールをオンにしますと、はい、もうこれだけでこうやってエンドロールが開始するので、あとは再生をしていくとこんな感じで流れていきますと、はい、であとは音楽を配置すれば完成ですということですね。っていう感じで完成しますと。まあ、最後の方は、ちょっとこう、真っ白になって終わるとかつけた方がいいので、まあ、エフェクトをつけるとか、あとは、例えば、そうですね、カラーマットを使ってあげて、白のカラーマットを、白のカラーマットを最後追加してあげますと。で、これで真っ白になるので、まあ、このカラーマットを、例えば、徐々に、はい、まあ、こんな感じで配置してあげて、で最後テロップを入れてあげて完成みたいな、まあ、感じでもいいんじゃないかなと思います。はい、あ、そっか、白なので、まあ、こんな感じで表示させてみるのも一つかなと思います。はい、まあ、というのがまずはこのエンドロールの作り方の基本かなと思います。で、次回はこの画像を、まあ、少しエフェクトをかけて動かしたりしてみたいなというふうに思います。ということで、まずは画像のスライドショーの基本編のお話でしたということですね。はい、ご参考いただければと思います。